夕焼け小焼けは、1919年に発表された、中村幸の詩に、草川慎が1923年に曲をつけた、同様である。1923年に、文化学府新しい同様、その一に発表され、同様としては、最も広く親しまれている作品の一つである。美しいけれどもちょっぴり寂しい、田舎の夕暮れを歌った叙情的な歌詞と、ゆったりとして、歌いやすい。 夜なぬき音階の曲がよくマッチした日本の代表的な助長家である。関東大震災によってこの作品に関連するものはほぼ消失してしまったが、残った13部の楽譜が元で世間に広まった。作詞者の中村幸が残した数多くの作品の中で最も広く知られているのがこの作品である。作曲者の草川真は同様運動の騎士として活躍した人物で、後に 音はゆり香5回を創設し、川田雅子、孔子姉妹を育てた最後の同謡作曲家、貝沼実の師匠にあたる。著名な作品には、洋蘭の歌、記者ポッポ、どこかで春が、緑のそよ風などがある。1989年に、日本の歌、ふるさとの歌全国実行委員会が NHK を通じて全国アンケートにより実施した、あなたが選ぶ日本の歌、ふるさとの歌で、 本局が第3位を獲得した。2003年に NPO 日本同様の会が全国約5800人のアンケートに基づき発表した好きな同様で第5位に選ばれた。2007年に日本の歌百選に選出されている夕焼け小焼けバス停に停車中の夕焼け小焼け号。この歌の情景は向この故郷である東京府南多摩郡音田村のものである。 彼の聖火の近くにある、夕焼け小焼けふれあいの里前には、夕焼け小焼けバス停が設置され、高尾駅と神馬高原下を結ぶ路線のバスが停車する。2006年11月までは、不定期にボンネットバスの夕焼け小焼け号が運行されていた。また、JR 八王子駅の発車メロディは、各番線でアレンジは異なるものの、2005年12月25日より、 すべての番線でこの曲が使用されており、同駅のコンコースにはこの歌をイメージした壁画とか火が屋根の段差部分に取り付けられている。また、下記の記載通り夕方の時報の曲として利用されている。全国的に平日休日問わず夕方になると各市町村で防災無線などを開始、鉄塔、パンザマスと電柱などに設置されたトランペットスピーカーから夕焼け小焼けが流れ、 放送周辺地域の小学生らの帰宅の合図として親しまれている。ちなみに、かつては埼玉県羽生市や上里町、東京都狛江市などでも使用されていた。一部地域では、騒音問題や放送装置の老朽化もあって1980年代前半には廃止された。午後5時1分、大人のための教科書の歌70ページ、赤とんぼベスト1に構成に残す日本の歌。 読売新聞1989年10月12日付長官30ページ好きな童謡1位は赤とんぼ母が歌ってくれた四国新聞社2003年6月27日21時56分ありがとうございます